こんにちは。スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今日午前中ものすごく天気良かったですよね。実は私久々に埼玉に行ってきまして、もう西川口駅っていうところで降りたんですけれども、実はなんで今日川口の方に行ったかというとですね、実は今日柳沢運動プログラムのですね、広木先生によるセミナーがあったんです。その勉強と私の実はお手伝いをしがてら行ったんですね。で、ちょっと駅から離れた会場だったので、いやーもう今日はそことの距離感でちょっと走ったんですけど、すごく汗かいたんですが気持ちよかったです。で、今日柳沢運動プログラムの方で広木先生の講演何かというとですね、まあ鉄棒で大きい怪我をしないため、歯を折るとか骨折とか、それをしないための重要なポイントであったりとかって話だったんですね。ただその中にはもちろん鉄棒によるこういう動き、こういう練習をすればいいよっていうのもあったんですが、もちろんいろんなこれからなんで運動が大事なのかとか、どういう子育てをしていかなければいけないかっていうようなポイントがすごくたくさん入って凝縮されてたんです。それがなんと1時間半無料ですからね。もう今日は私興奮しながら勉強しました。その中の今日は一つをご紹介したいと思います。まずですね、今日はこれです。人間の頭の働き方っていう話をしましょう。これはどういう教育をしていけばいいかとか、まあ、柳沢運動プログラムっていうのがどういうですね、哲学に基づいているかの話だと思います。まず人間の頭、まあ、動物もそうなんですが、どういう頭の働き方、動きをするかっていうと、基本は報酬によって動いていくんです。報酬、ただしちょっと勘違いしないでくださいね。報酬っていうのはお金だけではないですよ。褒められるとか、何かがもらえるとか、もちろん金銭もそうだと思うんですが、自分の中で成長していけるとか、何かが得ることができる、またはもらえることによって人間っていうのは働くモチベーションがやったりとか、何かに勉強しようとか成長しようとか、何をするにも人間はこの報酬によって動いていくっていうのが基本的な脳の動きなんです。猿の実験っていうのを先生紹介したんですけども、例えばですね、赤いランプがついたらボタンを押すとジュースが一滴もらえる。これをやっていくと猿っていうのはだんだん覚えて赤いランプを押すようになっていくんです。ただしここからがポイントで、赤いランプを押すとジュースが一滴、黄色いランプがついてボタンを押さないとジュースが一滴、赤いランプと黄色いランプは交互につきます。こういう実験をやると、実は猿ってどうなると思いますか？押さなくなるんです。実は毎回毎回押すように思いがちですけど、実は押さなくなるんです。なぜかというと交互につくので、必ず押さなくても待ってれば一滴ずつは、1秒に1回ずつはジュースもらえるんですね。そう、どういうことかっていうと、人間とか動物は楽しがちなんです。そして課題とか報酬とかで与え方が大事で、楽してもジュースが一滴もらえる状態だと動物とか人間とは成長しないですよね。つまりこの報酬の与え方がポイントなんです。ズバリどういうことか、今日こう書いてません。ズバリ何が大事かっていうと、子供であれば小さい成功体験をどん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 与えることが大事なんです。ですから柳沢運動プログラムっていうのはですね、350から400の運動遊びのレパートリーを持ってます。それは何もですね、跳び箱10段20段跳べることじゃなくて、跳び箱2段跳べた3段跳べた、でもいろんなやり方をする、そのやり方の中で跳び箱を跳べる、そういう小さい成功体験をすることを柳沢運動プログラムは大事にします。なぜか、その方が子供は伸びるんですよ。いろんな成功体験を生めば、その中で失敗もあるでしょう。でもその失敗の中でいろいろ自分が得るものがあったりとかをするので、これが私が柳沢運動プログラムの大好きな理由で、私が惚れ込んでる理由なんです。皆さん本当に柳沢運動プログラム、すぐネットで検索してメルマガだけ登録してもいいと思いますね。いろんな情報を勉強することができますので、すごくおすすめなんです。ちょっと今日熱く語りすぎましたね。人間の働き方は報酬系ですので、ですから子供にも小さい成功体験どんどんさせてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。